ムコロライターのギャラクシーです。 KGB は今市神原の私と同僚であるムコロライターのギャラクシーさんがお互いを理解し仲を深めるためのインターネットラジオ番組です。そうなんです。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。さあ、もう年が明けて、明けましたね。収録としてはこれが一つ目ということですね。そうですね。あのこの間の初モードのやつは初ではなかったので、ね、はい、初じゃなかったので、はい、週です。週モードです。週週モード行ったんでね。初モード行きました？行きました。あれやりました？おみくじ。してません。あ、やりました、やりました。なんどっち？そうだ、やったわ。はいはい。普段やらないんですけど、だからあのやったから。そうそうそう。週にしたから。週の週モードでやったんで、はい、どうなるんだろうと思って。はい。どうでした？末吉でしたね。どうでした？内容は。内容？内容でしょうよ。内容の方が大事でしょ。いやいやいや、多分 iPhone の中にそれ一応撮ったんですよ。あるとは思いますけど、まあまあ末吉なんで、まあ頑張れよみたいな感じですね。はい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 、あの誠実に生きてればいいことがあるそうみたいな。なるほどなるほど。はい。行きました？行きました行きました。もう年をまたいですぐ行きましたね。何しに？初詣ですよ。何があるんですか？いやまあどうでしょう、することがあるんですけど。それは誰と行ったんですか？妻と行って、もう家の裏にあるんですよ、神社が。ああ、なんか言ってましたね。はい、はい、あのお寺と神社隣り合わせみたいなとこがあって、はい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 、あ、僕が行ったのもそういうところです。ガン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 ついてるんですよね。はいはい、ガン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 ついてるんですけど、なんか並んでるんですよ、人が。ああ、そうですよ。いや、あれ変なおじさんですか？え、そうです。はい、あれ、あの、つかしてもらえるんですよ。つかし、なんなんすか？だってもう108ついてるんでしょ、多分お坊さんは。いや、だから108人までじゃないですか、整理券。あ、そういうことなんですよ。おそらくですよ。めっちゃ遅くまでついてましたよ。だから108、一人一人交代して1分かかるんですよ。あれだってもう、大晦日からやってるじゃないですか。はい、まあそうですね。大体まあ、はい、年を得たぐらいに終わる感じじゃないですか。はい。まあ、ずっとやってるんですね、あれ。小さいとこですか？小さいですよ、行ったとこは。次、大きいとこ行ったんですよ。それは初ではないですよね。でも初詣ってなんかね、3回まで行けるらしいんですよ。そんな話初めて聞いたけど。なんか3回まで行けるらしいんですよ。その自分が近くのとこ、はい、地元、はい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 、はい、とあとなんか行きたいとこ、行きたいとこ、行きたいとこ3回行けるらしいです。どんだけ儲けるつもりなんだよ。おみくじもしましたよ。どうだったんですか？中吉でした。しょうもねえな、お互いしょうもねえな。じゃあ小吉だ、小吉でした。まあまあ、末吉と一緒のようなもんでしょ。末吉の多分1個上ぐらいじゃないですかね。へえー、でも中吉、妻が中吉だったんですよ。はい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 。で、中吉の内容より良かったんですよね、読んだら。ああ、なんかなんとかうまくいくよみたいなこと書いてあるんですよ、ね、はいはいはい。なんなんですかね、あれね、何が吉だって、何パターン作ってるのか分かんないですから ね何が吉だってことですね。それは、奥さんの実家ですか？いや、じゃあ、そうね、家です、自分の家です。奥さんってどこでした？岐阜です。岐阜近い、分かるでしょ、岐阜は。え、岐阜は知ってます、ばっかり知ったらダメですよ、僕も地元の岐阜の出張なんだから。そうですね、岐阜ですよ。岐阜は東北？え、岐阜岐阜ですよ、岐阜。岐阜ってどこにあるんですか？岐阜ですよ。上、下、東京より上？東京より上？上？東京よりは上なのかな。東京ぐらいです。え、ちょっと上かな。寒いところもあるんで。まあ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 、そういうところに行ったと。上というか来たという。まあそうですね。行ったんですか？え、岐阜ですか？はい。行ってないですよ。なんで？行かないですよ。なんで？行かなきゃダメでしょ、それ。行かないですよ。奥さんも帰りたいって言うでしょ。いや、なんもないですもん、岐阜にはもう。あの、加藤さんって名古屋もなんもないって言ってますね。いやいやいや、何かを見つけるのが下手なだけじゃない。実家もないんですよ、別にあっちの。もう、岐阜には。じゃあ、なんなんですか。なんか、それは聞いていいことなんですか。辛い何かもあるんですか。まあまあ、なんかいろいろあってないんですよ、別にもう実家は。はいはいはい。僕一人で帰ってるだけなんで。別に。奥さんはそうなんですか。東京にいますよ。なんじゃそれ、仮面夫婦かよ。いやいやいや、別にだってな、帰るとこないですよ、そんな。岐阜に行ってもだって実家ない。帰るところはみんなそれぞれあるんですよ、皆さんね。いやだからないんですよ。いや、会うっつってのにないんですよ。いや、ありますよ。こんな人じゃないでしょ。実家ないんですもん。実家はじゃあ今何なの、どうなってるの。
なんもないですよ。橋の下とかの何がないんですって、もう何もないってことある？ないです、ないです。まあまあまあ、僕は、初めて泊まりに行ったんですよね、嫁の実家にね。ああ、はいはいはい、いい京都なんですけど。あ、いいじゃないですか。それが旅行じゃないですか。いかに気まずかったかっていう話を、ね、あ、はい、したい。それ行ったことあります？あります、あります。泊まったことは？泊まりはないですね。それはなぜですか？いや、だって帰れますもん、ね、自分の家。いやいやいや、でもなんか泊まっていきやってよ、なんか、ね、いや、言いがちでしょ。なんかないです、ないです。僕は、まあ、終わらないわけにも、5万ぐらいですね、5万ぐらい。終わらないわけにもいかないなと思って一応泊まったんですけど言われたんで。はい。ああ、いいじゃないですか。何ら話が盛り上がることもなく。食事とかですか？まあまあまあ、だから食事ぐらいじゃないですか。一緒にご飯とか食べましたけど、でもなんかもう入れる場所っていうのが今だけなんですよ。だから今、はいはい、今です。リビングです。はいはい。そこでなんかみんな家族、まあ、家族って言っても僕だけ部外者ですけど家族でしょ、うちは。まあまあまあ、だから新米家族ギリギリのね、はい、はい、それみんなこたつに入ってテレビを見ながら、なんかたまになんかワイワイ、この女優さんはこの間浮気したでみたいなのを言うっていう。え、寝る場所は？寝る場所は、だから寝る場所も僕だから今にしてもらったんですよ。なんで？リビングにしてもらったんです。なんでですか？本当はなんか上の階でなんか僕と義理のお父さん一緒に寝るみたいな。いや、でしょ。奥さんとギャラクシーさんが寝るっていう選択肢ない？そう、僕もそう思ったそう思ったから、はい、あ、じゃあまあまあまあ、そらね、どちらかというとうちの嫁もだからその晩婚というか、うんうんうん、だいぶ年を取ってからの結婚だったんで、それはまあまあ、ご両親はちょっとかなり年配の方なんですね。そうですね。で、まあまあまあ、喜んでくれてまして、だからやっと娘も結婚できたわと、はいはい、っていうのもあったんで、まあまあまあ、いや、それならまあ別に泊まりに行っても全然いいよって言って、はいはい、行って、今日どこで寝るのって聞いて、こんな状態、みんなが今にいなきゃいけないような状態で一体どこで寝るのって言ったら、2階でお父さんと寝てもらうみたいな。そうなんです。逆にお父さんはお母さんと寝てないんですか、普段？いや、わかんないんですよ。どういう倉庫版のこうやり取りがあったのか全くわからないです。奥さん、4人、奥さんは一人っ子？いや、じゃないです。姉がいるので。姉さんも来てる。だから多分、普段寝る場所として決めてるのは2階の2部屋なんですよ、おそらく。嫁の実家で。寝室というのは、はい。それをどう分けるかっていう時に、うんうん、なぜか、だから女3人で集まりたいみたいな。はい、お姉さんは家出てるんですよね。いや、だから戻ってきてます。正月に戻ってきてるっていう、はい、家出てるのかな。ちょっとその辺忘れましたけど、あ、とにかく戻ってきてるんで、女3人と、僕とお父さんいや、これね、いや、これひょっとしたらもうお父さんも見てるかもしれないあんま言いたくないんですけど何すんのと思いません？まあまあ、気使うしね、やっぱりお父さん。お互い気使うと思うんですよ、そりゃ。なんか男ってそういうのすごい気にするじゃないですか。まあ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 、まあ、先輩というか、まあね、はい、人生の。いや、こっちからしたら、なんか、まあ、人生の先輩だから、ちょっとなんか、立てて、こう、こう、なんか、面白い話しなきゃみたいな、とか、まあね、多分お父さん的には、なんか、ほら、なんかあるじゃないですか。東京行って、なんか、ちょっと。風変わりな会社働いてるような人だから面白いと思われなきゃみたいなわかんないですけど、のがあって、まあ普通に、まあ、全然なくても結構気まずいですけどね。一緒にお互い気まずいのになっていうのがあったから、だからもう今で寝ようってことになってねえ、だって、はい、その別にまあそれまで普通に楽しくしてても、はい、寝てる間になんかね、じゃあ、はい、寝相かなんかで思いっきり顔を打った代々とかあるし、いや、ないですよ制御できないわけじゃないですか、はい、あれなんじゃないですか、じゃあやっぱりそのできると、本当はお父さん、はい、お母さん、はい、お姉さん、はい、と役者の夫婦、はい、できるけど、はい、やっぱりこう
セックスされたくなかったんじゃないですか、自分で。お父さん俺ん家でしてほしくねえなって、セックス。いや、で、多分なんとなくですけど、だからその、女性3人も、お母さん、嫁の姉も、だからなんか、ね、やっぱ男性と寝るのはどうかみたいなのが、いくら父親とはいえ、え、なんかあるんですよ、多分。父親とお母さんとかでも多分ですよ。いや、父親とお母さんなら多分大丈夫でしょうけど、そうなったら僕、妙齢の嫁の姉と一緒に寝なきゃいけないじゃないですか。はいはい。それもそれで嫌じゃないですか。厳しくないですか、ちょっと。だからやっぱり話したかったんですよ、二人を。セックス、そういうこと。セックスしだしたらやっぱなんか、いやいやいや、お姉さんもそんなわけない。お姉さんこうね、こうじゃギャラクシーさん、奥さんお姉さんで寝てて、ここでこう、だからいやいや、ないなんか気まずいなってお姉さんになるから、いやそれとか言えばいいじゃないですか、それは。起きてないって起きてないって起きるかもしれんって言ってるでしょまあとにかくやっぱりね、あの嫁奥さんの方の実家って気まずいなっていうのが、だからみんな言うじゃないですか。まあそれはまあまあまあ多少ね、とはいえまあまあうまくやれるだろうと俺は思ってる。人の家に泊まるっていうこと自体が若干気まずいものですからね。それなんですよ、気を使わないといけない。別にだからその、嫁の実家だからじゃないと思うんですよ、うん、お父さんはどういう人だろうと。はい、でも誰の家だろうと俺泊まりたくないんですよ。まあまあ気遣いますからね、はい、僕あのこの人生で一人だけ友達といるような人間がいるんですけど、はいはい、あの一緒に動画作ったりもしてた、はいはいはい、子がいて、はい、そいつの家に、まあ、初めて一人暮らししたんだって言うから、あ泊まりに泊まり上げでちょっと遊びに行ったことあるんですよ。でまあまあゲームとかしてすげえ盛り上がって、もうじゃあもういるかっつって、でもどうしても寝れなくて、まあまあまあ、まあ、人がいるってなって、もうこんなんですよずっとこんなんで、はいはい、だからもう俺帰るわって言って、え帰らんでも電車で15分ぐらいのとこだったんですけど、ちょっともう歩いて帰るわって言って、4時くらいかな、もう何時間か ずっと寝ようとしてたんですけど。いいでしょ、じゃあ起きてれば。いやもう無理、7時まで。いや無理です、残り3時間ももう同じ部屋に人がいるっていう状態で、過ごせないと思って。携帯とか触っとけばいいじゃないですか。当時まだその一般的ではなかったかもしれないです、携帯電話で、もう本当に電話するだけの機械だったんだけど、はい、っていうぐらいなんですよ。なんかいろんなとこ旅行行く人とか、うんうん、いい宿とか言ったりするじゃないですか。あ、はい、ねえわと思って一番いい宿って家じゃない。その寝るということを考えたらね、寝るっていうか、そこの部屋に泊まりますって、うん、一泊しますってなった時、一番いいのって自分の家じゃないですか。そらそうかな。いやそらそうですよ、自分の家具とか、自分が使いやすいようにいろいろ配置したものとか、パソコンとかいろいろあるわけじゃないですか。でも結構こうね、そのじゃあ飯が来るとか、はい、風呂から帰ってきたら布団敷いてあるとか。いやいや、ベッドなんで。すみません。いやいや、いろいろあるじゃん、雰囲気を楽しむとかね、旅館の。いや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 、でもそれ、自分の家に比べたらそんなことないでしょ。それはもうちょっとだって、ね、いつもこう非日常を味わう場所ですから。いや。日常はまあ日常でいい、それはいいですけど、ね。いやいや、その日常が永久に続けばいいなって思ってるんだって、僕は思うんですよ。旅館は別にいいですけどね。僕もでも人と寝るの苦手なんですよ。僕も寝つきめちゃくちゃ悪いんで、今日ずっと動いてるんですよ。あ、なんかムズムズ、そう発症候群があるんで。あ、僕もなんですよ。基本は寝れないんです、基本ベースは。はい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 、だからずっと携帯とか見てるんですけど、はい、夜中も。眠くなったら寝るって感じでしょ。眠気が来たら寝落ちでしょ、基本。そう、だから僕もなんですよ、はい、眠くなるまで寝れないんですよ。そうなんです。みんななんか時間だからそろそろ寝るかみたいな感じのことやるじゃないですか。まあまあまあ、統一はね、獣かよって電気落とすとかそういうね。だから僕はもういい宿
あれいい宿だったわとかいうやつを一切信用してないマシな宿っていう言い方にしてくれって確かにゲームだからもうやるやつやって勝手に寝る方がいいかもしれないですよね。そうでしょ。そうだってゲームだって家にしかないかもしれない。プレステ4を持っていくわけにはいかないでしょ。僕はっていやこれみんなはいはいって言うんじゃない。いや結構持っていく人もいるんですけど、まあまあとにかく僕はすごく気まずくて、まあまあ、で僕あのタバコを吸うんですよね。あはいはいはい、はい、だから、まあ、あのちょっとタバコ吸ってきますって言って。あでも禁煙なんですね家が。まあ禁煙ってわけではないと思うんですけど、なんか誰一人家の人吸わないのに吸ってたらなんか気まずいです。それはちょっとそうですね。だからちょっと外でタバコ吸ってきますって言って1時間ぐらい散歩して1時間ぐらい散歩してっていうのを合計5回で、はい、最長1時間半散歩してきました。やっぱりなんか居づらいのかなって言われてましたいや居づらいですいやまあね、いやまあそれはそうです。居づらいんです。我慢できんほどかなっていうことですよ多分居づらいのはまあまあまあ、いやそれはもう、まあ、ね向こうなんて、はい、向こうというか旦那さんなんてね。いやでも僕人の家は基本気まずいものだっていうあの考えなんですよ。まあまあそれはそうです。だから嫁が僕の実家に泊まる時もできるだけ家族と喋らなくていい感じにしてたんですよ。だからあ無理やりねずっと一緒にいるっていうのはできる、はい、ご飯食べ終わったらちょっとこんな理由で外出してみたいなとか、いろいろ考えて俺は便宜を図ったんですよ。でもなんか自分の実家に帰ったら安心したのか知らないですけどずっとこういいじゃん寝っ転がりながらっていうんですよいやそんなもんじゃん。いや今めちゃめちゃ話しかけられてあの返す言葉もないんだけど何の質問なんすかそれ。だから芸能人の話とか知らなかったりするとああどうなんですねすごいですねぐらいしか言えないじゃないですかまあ、まあ、キャバクラ嬢みたいな感じの対応になっちゃう。まあまあいいでしょう、うん、そうなんですよ。いやいや助けがないのこれみたいな感じになっちゃってなんですよまあまあねっていうのもあってね、はい、だから羨ましいなっていうことで。全然良くないですよ僕なんか本当に。なんでですか。僕あの名古屋ほんと一泊だけしたんですよ実家に。あ実家にね、はい、はい、そしたらあのもう夜中12時ぐらいですか。はい、めちゃくちゃ腹が痛くなってきて、えもうなんか気持ち悪いなと思ってずっと、はい、そしたらめちゃくちゃゲロ出てめちゃくちゃうんこ出るんですよ。え食中毒になったんですよ。えマジで実家に帰ってる一泊で。え何それ。多分、はい、年末に何か食ったものが当たった。いや食中毒って結構一瞬で出ますよ。いやなんか物によるらしいですよ。本当ですか。1週間かかるやつもあるし、2日で出るやつもあったりとかするらしくて。いやなんか加藤さんちってすげえなんとなくあの加藤さんの机を見ての想像ですけどめちゃめちゃ汚ねんだろうな。いやいやいやゴミ屋敷なんだろうなっていうイメージ。いやいやいやそんなことないです。だからなんかホコリの中に団子ボロって落としたやつそのまま食べてる。いやいやいや家で食ってないんですよ基本。そう外で食ってたんで。あそうですか、はい、いやでも外で食べるのが一番いいですよねと思いません。わかんないですけど。でも年末とかも外で食ってたら多分なんか外で食ったものがあった、うん、なんか生物なのか、はあまあ、生物でしょうね、はあ、生の魚なのかなんか貝類なのか。なるほどね。でもバーって出してて、はい、もう出すものがなくなったんですね一旦。はい。じゃあ何が出てくるんですか。一回収まってめちゃくちゃ出したんで、はい、でもだったらまたしたくなって。もうしかしないわけですよね、はい、でもシャバーンってなんか出るんですよずっと水がカーンっていうこう水じこうボロ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 っていうとかじゃなくて、はい、パーン出てるんですよ直線で引いた定規でスッと引いた線みたいなのがもうそれが出てもう手足が震えてきて、はい、あこれもう無理だと思って、うんうんうん、あの病院に連絡してくれて緊急やってるところ、はい、もう夜中1時とかなんで、はい、でタクシー乗ってでも親がね一応ついてきてくれたんですけど、はい、なんかね、なんていうんですかね、タクシーに乗ってて、はい、僕がこうじゃあこうタクシーあってこうガチャって開くじゃないですか、はいはいはい、で僕乗って、はい、
ここに乗るんですよ、親が。はい、でこう行くじゃないですか、で着くじゃないですか。はいはい、はい、でもう僕は車も若干弱いんで、車でも、はいはいはい、もう乗ってる間ももう吐きたくてしょうがないし、はい、やばいやばいと思って、はい、で病院着いてこうガチャって開けてくれるじゃないですか、はい、ここでずっとお金払ってるんですよ、親が。出れないと、一回出るか助手席に座ってくれよと思って、でも限界で僕、はい、外出た瞬間に、はい、バシャーンって8回ぐらい入ってそのバシャーンの勢いで後ろからもバシャーンっていうめちゃくちゃな下痢を8回ぐらいして、え、服着てる状態で、服着た状態、うわ、マジっすか、もう終わりですよ、これがシャーンシャーンシャーンっていう、なんか上下からね、上下からステレオ音声で、そう、もうサンタ来たんかなぐらいのシャンシャン、夜空に響き渡ってこの状態で病院の前ですで手足がしびれちゃって、本当に、はい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 、感覚がなくなっちゃったんですよ、あと唇もしびれて、はい、でもなんかもう、なんかもうこの状態で、どんどんなんか変な方向に曲がっていくんですよ、手間の手じゃん、そうです、なんかグルってなってて、めちゃくちゃ痛い、なってないでしょ、こういや、なんかこの、ほんと、塩吹かせるじゃないですか、めちゃくちゃ力入っても麻痺しちゃって、足もしびれちゃって動けなくなって、はい、動けんってなるじゃないですか、はいはいはい、で、喋れるんですよ、はい、麻痺してるんで、はい、そしたら、あ、で親が車椅子の病院だからあるの、はい、じゃあ車椅子のところまで連れて行こうとするんですね、はい、持ってこいよと思ってそうですね、玄関にあるの、そこにあるとこ、車なんだ、ここにあるかここにあるかなんてこうやるんですけど、僕は動けないんですよ、はいはいはい、でっていうのを一回やって、何それで、なんとか頑張ってそこまで行ったら、はい、車椅子出してくれるんですけど、はい、親がね、はいはい、そしたらあの足乗っけるとこもバターンって出して、はい、座れるんですよね、あれ座った後に出して足を置くじゃん、あ、はいはいはい、そうですね、それも先に出してるんですよ、はい、座れるんですよね、うん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 、座れんなーって思いながらでも言えないんでね、はい、なんとかそれで連れて行かれたんですけど、はい、まあ食中毒だと、はい、おそらくそれ、で、なんか治ったらこう水を出しすぎて、はい、水分が足らなくて脱水症状、ね、脱水症状でおそらくしびれてんじゃないかって、うんうんうん、異様に寒がってるんじゃないかな、はい、っていうのでもう点滴してもらって、はい、で帰りがもう朝7時の新幹線だったんで、はい、どうしたんですか、もうそのままです、そのまま家帰って、もう点滴してもらってなんとか歩けるようになったんで、はい、家帰っておむつして帰ってきました、はい、おむつして東京帰ってきたらどうか、三番じゃないですか、最悪でしたそんな特殊な事例言わないでね一般的な話、新幹線でうんこ漏らしてると思いますだから、あー気づいてない、気づいてない、気づいてないぐらいのもんなんですかそれ、分かんないですよ、へえ、新幹線トイレでもめちゃくちゃハイシャーンってやってましたから1日ずらせばよかった、ポカリ飲んで、1日ずらしたら余計にこう帰宅ラッシュみたいな、帰省のこう戻ってくる方のラッシュ、はい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 、で巻き込まれたんで多分席も座れないでしょうし、そうか、マジで終わってましたね、最悪でしたよ、わかりました、はい、実家には帰らない方がいいということですよね、最悪ですね、はい、皆さんもお気をつけください。